はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。プラシド処刑者リュウです。さあ本日なんですがね、神イベントが始まりまして、皆さんにもねぜひやっていただきたい。それがですね、蘇る恐怖奇行帝ワイゼルというねイベントでございまして、あのプラスラッシュシドさんのイベントが始まったんですけども、これねあのレイドイベントなんですよ。いわゆるあのクソイベと呼ばれているあのデュエルリンクスの中でもクソイベントと呼ばれているあのイベントの一種なんですが、今回ね全然クソイベじゃないの。なんでかっていうとね、ちょっと後で見てもらうけどね、あのシューティングスタードラゴンの召喚ムービー追加されてるんですよ。マジで神、本当にありがとうと言いたい。俺は常日頃ねコナミさんにはねいろいろね文句しか言ってないけども、これに関しては本当にね心の底からね、これを開発してくれた誰かわかんないけどプログラマーの方、本当にありがとう。マジでかっこいいです。本当に泣きそうになったこのムービーを見た時に、本当にありがとうと言いたい。で、このねイベントなんですけど、要するに何すればいいかっていうと、あのプラシドをぶっ殺せっていうイベントなんですよ。でね、今回そのレイドボスっていうのでプラシドが出てくるんだけど、これね神ゲーなのはまず、ダメージボーナスで、このイベントでは EX デッキのモンスターが与える戦闘ダメージが3倍になりますよと。まあ、シンクロモンスターとかエクストラモンスター、要は、エクシーズモンスターとかで、これが一番すごいの。シューティングスタードラゴンが与える戦闘ダメージが5倍になるんですよ。5倍ですよそもそもシューティングスタードラゴンって連打効果持ってるんで、もうこいつのダメージ5倍になったら一瞬で相手のライフ消し飛ばせるんですけど、さらにこれスキルがねどこだ、なんかねスキルがあってさ、これです、これライディングイベントで優勢が特別なスキルでサポートしてくれますよ。スキル飛翔せよ、もうスキル名がかっこいいよ。もう最高に最初の自分のターン開始時に自分のフィールドにスターダストドラゴンを出すと、あんまりにもかっこいい。でさらに自分のエクストラデッキにフォーミュラシンクロンが追加され、シューティングスターが追加されると。で、つまりですね、シューティングスタードラゴンを出すための事前準備整えておいたので、皆さんフォーミュラシンクロンだけ出して、シューティングスター出して、で、シューティングスターの効果を使って連打してくださいっていう、そういうイベントなんですよ。これ、こういうイベント待ってたんだよね。もうまさにアニメ再現みたいな感じのことができると。で、見たことない人は、マジでアドソンなんで、今すぐに 5D のアニメ見てください。で、デッキなんですけど、まあ、一応、なんかフォーミュラシンクロン出せればいいかなと思って、なんかクソ適当な、なんかレベル1のチューナーと、あとなんかレベル1が出せるギミック、ワンチャンとか、こういう特殊召喚ができるとか、こういうギミックをぶち込みまして、ひたすらのフォーミュラーシンクロを出していくと。で、ライティドライバーとレフティドライバーで、フォノンも出せるようにしといて、で、フォノンはレベル2のチューナーになれるんで、これでシューティングスター出せますから、ライティだけで。というね、そういうギミックにしてます。周回デッキはもうこれでいいと思う。ライディングデュエルはね、これイベントをね、じゃあ早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。今回のね、デュエル多分一瞬で終わると思うわ。殺意高すぎてさ。で、ここね。初手で笑わせてくるんだ。存在する以上、これがディ・ホイールの最終進化形態。ディ・ホイールと合体したらと。っていうシーンがね、しっかりと再現されていると。初手で笑わせてくるんだろ。貴様は虫けらの分際で目障りす。何？ライディングデュエル。許さねえ。スターダストは二度と渡さない。ちょっとまだ早いかこれ。モンスターを召喚。お前は喋りすぎる。お前はとりあえずうるせえからこれ発動しておくぜ。ついえない。ターンエンド。行くぞ。俺のターン。さあ究極に集いし願いがどうのこうの。スターダストドラゴンがなんか勝手にフィールドに出てくるぜ。なんてぶっ壊すスキルなんだ。そして墓地の幻想のミセラシンクロンの効果発動。ジュラックシンクロンを特殊召喚。そしてジェスターシンクロンを召喚。そしてレベル1のジェスターシンクロンにレベル1のジュラックシンクロンをチューニング。集いし願いが新たな速度の地平へ誘う。光さす道だれ。シンクロ召喚。行くぞ。アンチの身。君が教えてくれた。新しい力。シンクロチューナー。フォーミュラシンクロン。そしてフォーミュラシンクロンのモンスター効果により、カードを1枚ドローできる。レベル8の。あ、ちょっと待って。パース分にしよう。レベル8の。
スターダストドラゴンにレベル2アクセルじゃフォーミュラシークロをチューニング、クリアマインド、クリアマインド、集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く、光り差す道となれ、アクセルシークロアンチノミ、俺は絶対に諦めない、俺は俺の限界を超えてみせる、将来せよシューティングスタードラゴン、くっそかっけ、ガッキー結婚とかどうでもよくなるからかっこいい、マジでかっこいい、シューティングスタードラゴンのモンスター号が発動、デッキトップを5枚めくり、その中のチューナーモンスターの数まで一度のバトルフィーズ中にこのモンスターは攻撃することができる。ちなみにフルチューナーだったらよかったんだけど、ちょっとそれは無理だった。あ、やべやべやべ、あ、大丈夫だ、2回あった、2回攻撃することが可能、そしてエクストラスキル発動、ぶっ壊れスキルによってシューティングスターの攻撃力はなんと5倍になるぜ5倍の攻撃力でさらに戦闘ダメージは5倍、いけバトルフェイズ、賑やかになってきたな、賑やかになってきたな、この世に不必要なカードなど存在しない、必殺ミルクでももらおうか、これで終わらせる、シューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ、いずれこの方はつけさせて、未来を変える可能性は生きる人々一人一人の手に平等にある、なぜそれを信じようとしない、神へ